チス、誰も知らない凡人イカレタコスケです。ガンダム UC エンゲージ一番最初のリセマラおすすめランキング。ただ今回セレクトチケットがあるんでランキングっていうほどの期待はご紹介ではないんですけども、状況によって、それから好きなモビルスーツによって今ピックアップされているナイチンゲール等々を選ぶか否かによって少し変わってくるんで、とりあえず現状おすすめされているモビルスーツ、それからパイロットをご紹介していこうと思います。この UC エンゲージ、今回初動画ですけども、自動戦闘なんですがしっかり動いてくれるんで、まだちょっと挙動にバグがあったりはするものの、戦闘自体はね非常に見応えのあるものになっています。興味のある人も増えていると思います。てなわけでちょっとねランキングじゃないな期待のご紹介の方行ってみようか。さてリセマラのやり方ら先にお伝えしようと思います。まず30連分のジュエルと、それから好きなパイロット好きなモビルスーツを1体ずつ交換できるセレクトチケットっていうのがあります。ただセレクトチケットで選べるモビルスーツパイロットっていうのはこの72時間限定ガシャの方からも出ますんで、とりあえずガシャから回しましょう。で迷うのがモビルスーツかパイロットかなんですけども、モビルスーツがないとまずパイロットが乗れないので、でパイロットの特性をモビルスーツに合わせた方がいいのでモビルスーツガシャからにしましょう。でモビルスーツガシャもピックアップところ72時間限定 MS ガシャがありますんで、ここは期待のところでちょっと説明していこうと思います。さてリセマラおすすめキャラですが、一番おすすめなのは一番自分のモチベの上がる一番自分の好きなモビルスーツってことは前置きとして言っておくとして、無難に狙いたいところ3機ございます。まずですね、ここにいるこれ緑ガンダム、これガンダム青もいますんでね、青は出るか分かんないけどね、とりあえず緑のこのガンダムですね、 M0034 ガンダムってやつです。そして青 M0080 リガ Z ですね。そしてどこ行った、これだ M0073 ナラティブガンダム、この3機ということになります。ちょっと細かい性能なんかは少し変わってくるんですけども、とりあえず3機共通しているものとして、ターゲットしている敵1機に攻撃力の 502% ダメージを与えて MS 属性赤の味方に20秒間ダメージ 22% 上昇という形になってます。このMS 属性〇〇色の味方に20秒間ダメージ 〇〇% 上昇っていうスキルを持っている3体なんですね。でなんでこれが優先されるかっていうと、今作色によって弱い強いがあります。3すくみってやつですね、赤青緑で、光闇属性関係として紫と黄色がありますけども、基本的にはねその3色の3すくみに対して非常に強力なバフを得ることができると。こういったゲームをなかなかやらない人もいると思うので簡単に説明しますと、相手のモビルスーツの色に対して強いモビルスーツで固めていくのが一番戦闘力としては高いって形になります。その時に色を指定して全体に強化バフを与えられるとトータルの強化として非常に大きくなるってことですね。でこの3つを持っているウルトラレアってことでこの3体が選ばれているということになります。ただナラティブガンダムだけが強襲機になってますんで、強襲機はねちょっと柔らかいんですね、落ちやすいんですよ。なんで、そこだけ気をつけて、もしナラティブガンダムを使う場合は、相手の構成とかよく見て使った方がいいかなと思われます。もう前に出て格闘振るから的になるし柔らかいしてね、結構落ちるんですよ。ナラティブガンダムは私持ってないんですけどね。そして次はやっぱりナイチンゲール。なんでナイチンゲールがさっきの3体より次点になるのか。もちろんね、さっきの3体よりも全然こっちの方が、さっきね、どっちかというと連邦側だったからね、ジオン系のね、ジオン系列系のモビルスーツがいいって人はナイチンゲールでも全然いいんだけども、なんでかっていうとですね、このナイチンゲールはね、緑色なんですね。緑っていうことは、弱点となる色が存在します。
で、かつ強襲なんで、敵が重装タイプだったりするとさらに弱くなってしまうと、まあ万能ではないという感じですかね。モビルスーツが少ない時はどっちかっていうと万能系を選んだ方が、まあガチャをたくさん回さなくてもある程度手持ちでなんとかなるかなってところなんで、なんで辞典ということになっております。ただナイチンゲール本体は色とかそのもろもろを抜けば非常に高性能になっています。まず大型メガビームライフル、敵全体に攻撃力の 271% ダメージ、味方全体に20秒間ビームダメージ 20% 上昇とあります。この全体攻撃に関してはどうなんだろうな、そんなにね、まあかなりレアなスキルなんですけども、この全体攻撃自体はまあすごい使えるかって言われると、1体に効果力を与えた方が敵の枚数を落とすことができるんで、まあ便利かなって感じはします。しますが、まあまあレアなスキルです。で、味方全体に20秒間ビームダメージ 20% 上昇、実はこれがかなりカバー範囲が広いと。なんでかっていうと、このガンダムエンゲージには武器の属性というかね、種類がね2つあって、それがビームと実弾なんですね。全体の半分を占めるか分かりませんけども、その片方全体にバフを乗せることができる、このビームダメージ 20% 上昇っていうのは非常に使いやすいかなといったところ。ただ本体が色の強弱に左右されてしまうので、まあ戦場に出せるかどうかっていうのは相手の構成次第かなといったところです。もちろんモビルスーツが少ないときはね、全然バリバリ出してもいいと思うんですけども。で、今出てたね、これカスタムレベル4で解放される、戦闘開始、これだな、あ、そうだ、ファンネルを解放、戦闘開始からビームダメージ 9% 上昇のガード時に HP531 回復と。まあ、これ私まだここまで解放してないんですけども、調べた感じだと、このガード陣に HP531 回復は結構大きいみたいですね。なんせ強襲って柔らかいので落ちやすいんですよね。そこをこのスキルでカバーできるっていうのはおそらく大きいんだと思います。で、生き残るってことは大型メガビームライフルも撃ちやすくなる。まあ、そんなとこでしょうか。ピックアップされてるだけのことはありますね。特別な機体ではあると思います。そして、お次が、M0016 シャア専用ザク2、赤い彗星へやってきました。キックレベル5、この EX スキルですね、ターゲットしている敵一気に攻撃力の 502% ダメージ、さらに7秒間スタン状態を付与。少しやった方はお気づきだと思いますけども、ミッションの中には強力なエース機1体が出てくるっていう任務もあります。まあ、もしくは敵のね、モビルスーツの数が少ない時なんかも役に立つと思いますけども、これ7秒間スタウンっていうのはかなり大きいので、こういった機体を1機入れておけると、まあ、メインアタッカーにも、まあ、こいつもね、シャア専用ザク2もメインアタッカーにはなり得ると思いますけども、まあ、他のメインアタッカーとの兼ね合いで、バフ以上のフルボッコダメージを与えることができる、かつ相手の攻撃を封じられるって考えると、なかなか使いやすいと思われます。そして、まあ、最後になりますかね、こちらメタス SR 機体になるんですけども、タコスケ君がやっていてですね、分かったこととしては、とりあえず通常任務なんかにはサブミッションみたいなのがねありまして、3つある中に一番難しい任務があるんですよ。味方を一機も落とさずにクリアする、まあそれをクリアすることによってコンプリートっていうのがつくんですね。このコンプリートがつかないと戦闘スキップチケットが使えないんで、なるべくコンプリートを取りたいわけですよ。ただ機体、持っている機体によっては、例えばね、強襲機がその回で必ず編成上落ちやすくなってしまったりってことがあると思います。まあ、レベルを上げればなんとか、強化をすればね、なんとかなるところもたくさんあると思いますけど、とりあえずクリアしていきたい、そんな時に便利なのがメタスちゃんですね。 EX スキルが一番 HP が少ない味方一機が最大 HP の 62% 回復っていうスキルを持ってまして、まあ、つまり一機落ちてコンプリートできなくなってしまうっていう時に、この EX スキルによってその窮地を脱することができるっていう感じですね。あとはもう今後も回復スキルに関しては持っている機体自体が少ないので、結構レアなモビルスーツになると思います。で、序盤から持っておけると便利なんじゃないかなと思われます。さて、パイロットの優先度でございますけども、ぶっちゃけその時持ってるモビルスーツ合わせという形になりますが、ま、
あのガンダム知ってる人はね、そのモビルスーツのパイロットが大体相性いいですけど、とりあえずさっき最初におすすめした3機に合わせるのであれば、ナラティブガンダムにはヨナ・パシュタ MS が赤属性合ってますね。でかつ MS 機体カテゴリーが不死鳥狩りの時、これナラティブガンダムに不死鳥狩りがついていますんで、戦闘開始から射撃センス 64% 上昇ということで、相当な火力アップが見込めることになりますと。そしてガンダム緑、まあ、これもね、あのアムロレイですね。 MS が緑属性の時、敵を倒すたびに耐性 17%、 MS が緑属性の時、戦闘開始から命中率 17% 上昇。そしてリガゼィはパイロットちょっと違うんですけども、カミーユ美談、これ MS が青属性の時に回避 10秒間反応 22% で、ガンダムタイプだと性能が上がるってやつですね。でリガズイはね、見た目ガンダムっぽくないんですけど、あんまりでもガンダムタイプなので、この神指弾の効果が乗ります。なんで持っているモビルスーツに合わせて選ぶのがいいかなと思われます。そしてナイチンゲールには、ナイチンゲールに乗る時のシャアがいないので、まあ合わせるとすればフルフロンタル、緑属性の時、モビルスーツが緑属性の時に敵を倒すたびに射撃センス 64% 上昇、5回まで重複と。でさらに MS 機体カテゴリーにサイコフレーム採用機の時に戦闘開始から格闘センス 38% 上昇と。確か高機動は乗ってないんでここまでですけども、まあ非常に合ってるかなといったとこですね。もう一人ね、こっちが好きだったらジェリドメサでもいいかなと思うんですけども、スキル2が噛み合わないので、ただ EX が発動するときに格闘センスが 95% 上昇するんで、まあ一応強襲機なんでね、射撃たくさん撃ちますけども、一応強襲機なんで殴ることもありますんで、まあ、ジェリドメサでも好きな人はいいかなといったとこです。さてシャア専用ザク2のパイロットは誰か。シャアがたくさんいるが、しかしこの少し横を向いた C0048 シャアアズナブルとなります。まあ、このシャア自体が、まあ、単純にね、そのシャア専用ザク2に非常に相性がいいっていうのもありますけども、スキルがね、めっちゃカバー範囲が広くて優秀なんですね。まずスキル1が MS が赤属性であれば戦闘開始から反応 17% アップで、スキル2が、MS カテゴリーが1年戦争であれば戦闘開始から格闘センス 64% 上昇ということになりますんで、まあ結構1年戦争のモビルスーツは今後も追加されてくると思いますね。このカバー範囲の広いシャアアズナブルさんっていうのをね、もしシャア専用ザク2と一緒に使うのであればこちらがいいかなと思います。あとはとにかく自分の絶対これはもう戦力とかそういうの抜きに、このモビルスーツが好きっていうのがあれば、そのモビルスーツの機体カテゴリーなんかに合わせてパーティーを組むっていうのもいいかもしれませんね。ただまあ色とかのね制限がありますんで、まあ必ずしも混合が強くなるかって言われると怪しいとこではありますけども、ある程度その機体を中心にしたパーティーっていうのは組めるんではないでしょうか。というわけでいかがでしたでしょうか。おすすめモビルスーツパイロットランキングでもないな、おすすめでした。 TU